まず始めよう。オリーブオイルを。そしてニンニク、これもマスタードを少し刻んであげるといいです。このオイル、十分に香りを引き出してあげてください。さあ、そして次に紫玉ねぎを。そしてハーブを入れていくんですけど、今日はこのオレガノを使います。ちょっとすぐって香りがグッとアップしますので、ここでトマトを使います。これを刺して火抜きするんですけど、トマトの外側の部分を焼いてあります。火で炙って水に入れたら皮が剥きやすくなりますよ。サクサクっと切っていく。これを移します。でここにピューレを足してください。さあ、ここでスープをちょっと足します。そして赤ワイン、これで味が上品になります。このまま5分ほど煮込みます。その間にバゲットを薄切りに、それをこんがり焼いたらいよいよ盛り付け。まずは器にスープをたっぷり。あ、もう。スープ。そうなんだ。ちょっと胡椒。これでカッサンって。オリーブオイル。これはこれで決まり。コモドーロスープの完成です。野菜の旨味をギュッと凝縮したハーブ香るコモドーロ。もこみちくん、出来栄えなのか？